メステックカメラです。今回のレンズはこれです。キロン 28mmF2 ですね。これはですね、某オークションでサードパーティー製のオリンパス OM マウントのレンズ、 28mm のレンズまとめて5本というのを、まあ、落札しまして、そのうちの1本なんですよね。実はね、このレンズが欲しくて5本まとめて買っちゃったんですよね。で、他のレンズもね、結構渋いラインナップだったので、それらのレンズについてはもうすでに何本か動画にしてありますので、興味のある方はこちらをご覧ください。このキロン 28mmF2 というレンズは木野精密工業というメーカーのレンズなんですね。この木野精密工業というのは1959年に創業したメーカーで、当初は 8mm シネカメラのレンズなんかを作ってたんですね。それが1960年代中頃になって、 35mm のスチールカメラ用のレンズを作り出すようになったみたいですね。で、当時はね、例えばアメリカのビビターっていう写真用品ブランドありますよね。そこに向けて OEM 供給をしてたみたいですね、レンズのね。ビビターっていうのはアメリカのカリフォルニアに本拠を置く写真用品販売店みたいなもんなんですけれどもね。で、1980年になると自社ブランドでもレンズを作り始めるようになるんですね。で、そのブランドがこのキロンなんですね。で、機能精密工業は1989年にアメリカの企業のメレスグリオっていうところの日本法人、日本メレスグリオ株式会社かな、でそこと合併して、でそれで民生用のカメラレンズの生産から撤退するんですね。で、以後は産業用のレンズなんかを作っているようですね。この 28mmF2 も、まあ、一部マニアの間ではまあ知られたレンズらしくて、なかなか個性的な写りをするレンズっていう評判を聞いておりました。それで一体どんなレンズなんだろうかなと思って、結構前から探してたんですよね、これをね。 28mm で、まあ、F2 なんですよね。で、最近では明るい広角レンズっていうの増えましたが、当時っていうのは1980年代ですけれども、 28mm で F2 っていうのは、まあ、ハイスピードレンズだっていうような認識でしたよね。普及クラスというか、まあ平均的なクラスでは 28mm といえば、まあ F2.8 が普通で、 F2 のレンズと F2.8 のレンズでは結構値段も違いましたものね。レンズ構成は8×8枚、絞りバネの枚数は6枚ですね。で、最短撮影距離は30cm、 フィルター径は55ですね。機能精密工業の製品は作りがとても良いことで知られているみたいで、これもね、確かにね、作りはいいですよね。マウント部の金属の感じもいいですしね。これね、触った感触で言うと、この同時代のニコールレンズになんか近い感じもありますね。さてですよ、このレンズは、まあ先ほど言いましたように、なかなか個性的な写りだという評判だったんですけども、実際どんな写りなのか、もうすでにちょっと撮ってきましたので、こんな感じなんですよね。暴れてますでしょう、ボケが。確かにこれはね、個性的な写りですね。もうちょっとね、いろいろいつもの被写体を含めて撮ってみて、まあそれから、まあせっかくなので他のレンズとね、比較もしようかなと思って、これは時奈の 28mmF2.8 のレンズです。 RMC 時奈 28mmF2.8 っていうレンズですが、
このキロンとほぼ同時代のレンズですね。1980年ぐらいかな、80年前半かな。まあ、この時なは F2.8 で、まあ、当時としては当時の 28mm レンズとしてはまあ標準的というか平均的なスペックのレンズですよね。おそらくね、レンズ構成は5分5枚だと思うんですけれども、これちょっとね7分7枚だという情報もあって、いや7分7枚じゃない感じがしますけどね、やっぱ5分5枚じゃないかな。これこの RMC っていうのはね、レインボーマルチコーテッドの意味らしいですね。まあ、ちょっとねこれとこのキロンと取り比べも含めて撮ってまいります。
癖が強いと申しましたけれども、まあ、周辺光量の低下も歪曲周差もちゃんと抑えられているレンズで、まあ、その点では何ら問題なくきちんと映るレンズなんですよね。先ほど見ていただきました作例も、まあ、いつもの被写体を撮っている分には、まあ、時なのこっちのレンズと、まあ、あまり変わらない感じのが多かったですよね。このレンズの癖が強いとか個性的とか言われるゆえんはボケですよね。あとまあちょっと逆光に弱い感じのところとかね。そもそも 28mm のレンズですから F2 とはいえそんなに大きくはまあボケないんですけれども、まあ、絞り開放で近距離にピントを合わせた時の背景のボケが、まあ、その背景によっては結構暴れた感じになるわけですね。その面白さですよね。でもこの癖の強さが味わえるのは、まあ、撮影距離が短くって、もちろん絞りは開放の時ですから、まあ、限られた条件ではあるんですよね。もっと言うと背景がそれなりにごちゃごちゃっとしていて、でしかも逆光気味ならなおよしって感じですかね。けれどもそうなるとなんだかレンズにとっては、厳しい条件を無理やり作って撮ってるっていう感じがありますよね。こうレンズの欠点がもろに出てしまうような、まあまあその欠点が面白さでもあるんですけどね。けどまあそんな撮影条件をわざと作って撮っているような感じですかね。まあ、実際あの先ほど見ていただきました作例写真を撮っている時もなんかねちょっとそんな感じになってましたよね。 F2 と F2.8 の明るさの差なんてまあわずかですよね。あの現代のフルサイズのカメラなら高感度でも問題なくよく映りますから、F2 と F2.8 の明るさの差なんて問題にはなりませんよね。じゃあボケ方はというと、まあ、ボケの量というか強さもですね、 F2 と F2.8 で実際のところそれほど変わるわけではありませんよね。近距離の被写体を、まあ、開放で撮って初めて違いがわかるっていう程度ですかね。むしろ F2.8 でも最短撮影距離が短いレンズの方が差が出やすいですし、使い勝手も良いでしょうね。それでもメーカーは F2 のレンズを作り、ユーザーも、まあ、ちょっと高い値段にもかかわらず F2 のレンズを買ったわけですよね。これはねもうあのロマンですね。でロマンで買うんだったら、まあ、どうせならちょっと癖の強いやつの方が面白いっていうような思考をお持ちの方々にはこの議論はまあおすすめかもしれません。でもねわざわざ高い値段で買うようなレンズではないですよ。これね8群8枚の構成なんですけれども、28ミリで8群8枚っていうと、まあ、例えば AI ニッコール 28mmF2.8S ってあのフィルム時代によく使ったレンズなんですが、同じ構成なんですよね。8群8枚で、あれはね確か1980年か81年ぐらいに発売のレンズで、おそらくこのキロンとね同時代のレンズなんですよね。あのレンズはですね近距離補正機構がついてまして、20センチまで寄れたんですよ。非常に使い勝手の良いレンズで、でもねボケ方がどんな感じだったとかねあんまり覚えてないんですよ。おそらくねまあ絞って使ってたんでしょうね。もうずいぶん前に手放しちゃったんですけどね。なんかねこの絵とねちょっと比べてみたくなってきたんですけれども、買い直すか。